共同会議を開らいたします。近山の事務局長ており,ま,しりとます。よろしくお願いします。本日は、うん、デジタルガレンジ共同創業者取締役チーフアーキテクト、うん、デジタルジデジタル社会構想会議構成員まあという肩書きを申し上げるものもあのご本人のことを皆さんの方々のご存知だと思いますけれども、え本日は星和と上野先生でございましてウェブサイトでの結びとフェーズについてお話をいただきます。 ここであと先生方にご協力いただきたいと思います。それではまずはじめに平田編務長よりご質問をお願いします。はい、皆さんおはようございます。ああの今日はあの伊藤浄一先生にお話を伺うということですが、まあ、アメリカから日本に拠点を移していただいたということは、まだまと非常に心強いというころです。デジタル庁創設にあたってもですね、いろいろとアドバイスをいただいてきた。 経緯もあり、今、その構成員の委員としてまたたご協力もいただきま,すまあこの新しい時代は常にその変化することでやっぱりそういういろいろな人のネットワークを持っている人間って非常にやっぱ重要だと思います。まあ、その意味ではその次の時代の,のキーマンにな,なっているのが伊藤さんだと思いますので今日は皆さんにないにくとをよろしくお願いします。 伊藤さん、どうぞよろしくお願いします。いいといしますはい、ええー、皆さん、おはようございます。すええー、ピの座長、の平山正幸です、えー。今日は、あの、伊藤丈一さんにお話しいただきますが。えー、先般、あの、ニュースピックスでですね、伊藤丈一さんと、あの、元マイクロソフトの社長。の、成家さんと対談を、こう、見ましたけど、まあ、世界はこういうことになっていた、というふうにですね。衝撃を持って、受け止めました。 さらには、それもどん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 今状況が変化をしてきて、ですね、まあ、ブロックチェーンをベースにいろんな形を出すサービスが出てくるものですから、もう生態系自体も変化し続けているというのが今現状だというふうにあの思っております。まずは、ですね今日皆さんにもうこんなことが世界で起きているんだということを、ですねまずはあの実感を伊藤先生のお話を聞いて、ですね実感をしていただきたいというふうに思います。 今日伊藤教一先生、中級編でお話をしていただけるようでありますので、もしあのその先でまたお出ましていただいて、上級編もチャレンジをできるように頑張っていきたいと思います。今日お忙しいところ、伊藤先生、ありがとうございます。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。はありがとうございました。 それではインタビュす。伊藤先生よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。えっ、ー、とまずあのオープニングにちょっとあのあのお伝えしたいのは多分90年代あのインターネットが本当に最初に立ち上がった頃まあ以来のあの僕からするとあ,<れ>あのまあワクワクっていうのがいいのかわかんないけどものすごいことが起きているような気がしていてただあの頃あの私たちは もうすごく楽観的に,あのもうに世の中のみんなを接続してみんなに声を与えればもう民主主義は治っちゃうっていうようなすごくこうポジティブなことしか想像してなくてで今みたいに、まあ、このあの明るいところもあれば影がたくさんあってで民主主義も全然治ってない経済も全然治ってないっていうそのただの夢じゃダメだよねっていうのもすごくあの感じつつ 今回のを感じてますそれでまあ私みたいにも昔からインターネットやってる人たちはこの可能性を引き出しながらこの危機だとかネガティブなところをどうやって前回に比べてもっと意識を高めながら進めていけるかなっていうのがまず目的だっていうことを一つお伝えしたいと思います次お願いします。 それであのもう皆さん言葉は聞いていると思いますしあんまりここ細かく説明するとこれだけであの1時間前かかっちゃうんであのちょっとだけ説明しますけどブロックチェーンっていうのはこれのぜ全部のコアですねだからインターネットはもともとできた時によって一つのネットワークでせ世界が全部つながってそしてまあ最初はメールとかすごくこう分かりやすいアプリケーションがあったんですけど今,今となればもう放送から何からもう全部インターネットを使っているのと同じで。 ブロックチェーンというのはもともというかそのメインの使い方というのはあのこの決済履歴を暗号化暗号を使ってそして過去から現在まで1本のこう鎖ってもともと元祖このビットコインというのがあのこれは2009年にできてたんですけども最近一番最近話題になっているイテイリアムというのは2015年なんですけどもでこれはその暗号 をかけて鎖を作っていくために動いてるこれはマイナーと呼んでるんですけども動いてるコンピューターを運営している人たちの報酬としてこのデジタル通貨ビットコインとイーテリウムを配ってそれがお金の代わりに貯金みたいな形で使ってる人たちもいますし決済でも使えるんですけどもこのビットコインとイーテリウムがもともとメインのブロックチェーンが広がっていく。 あの大きな要因だったんですけどもだから僕はこれインターネットで例えると最初のインターネットってやっぱりメールがとても便利だった今でも便利なんですけどもインターネットははあ、るかにメールだけの,あの使い道を超えていったのと同じにもともとこのデジタルお金の代わりにな,りなろうとしているこのデジタル通貨がメインだったんですがこれを超えるいろんなあの使い道が出てきているものを、まあ、この Web3 っていう次の,あのスライドお願いします。Web3 言言葉であの、まあ、一部の人たちはあの言ってますだからそういう意味で言うと今までは Web3 っていうのはインターネットの上にできてきた技術なんですこの,このブロックチェーンもインターネットの上なんですけれどもこのブロックチェーンを使った新しいいろんなアプリケーションのことを今 Web3 って呼んでる人たちもいます。それでそのデジタル通貨はもちろんなんですけれどもこのデジタル通貨よりももう少しこのいろんなあのあの あの構造だとか、プログラムみたいなものをブロックチェーンの上でやることができていて、そこでまたあの、いろんなアプリケーションが生まれてきています。次お願いします。で、ちょっとこのウェブ3の定義を少ししますと、最初インターネットができた時っていうのは、まだあの、この閲覧ソフトがなくて、あの e メールとか、ただあの、文字をやり取りしてたのがもともとにインターネットで、ただこれ、世界がを一つのネットワークで繋いだっていうのはすごいことだったんですよね。 でウェブ1.0とよく言われてるのは電子出版とか e コマースで、まあ、我々デジタルガラで言うとインフォーシークの検索エンジンとか価格コンみたいなサイトでこれはその一般の人たちにあのいろんなあのサービスを提供するあのあのまあ90年代ですね。でウェブ2.0って言われているのがあのソーシャルメディアだとか食あべのあのログみたいなあのみんなから情報を集めてそれをこう整理するというあのユーザーが書き込む。 あのウェブが2.0なんですけどもでウェーブ3っていうのはこのデジタル通貨だとか NFT を含めたかなりあのあのディーセントラライズっていうんですけども中央集権から分散型になってであとはよく最近言われてるのは使用権あのユーザーがいろんな使用権を持ってるっていう話になってますでそれをちょっと説明させていただきたいと思います。 これちょっと技術的な話なのでもし興味あったら後半少し説明しますけどもあの今までの Web ブとブロックチェーンのネットワークであのこう大きく違うのはこのプロトコールと言われてるレイヤーってこれはあのネットワークプロトコルですよねインターネットの TCPIP とかイーサネットとかこのプロトコルっていうのは大体みんなオープンソースでフリーで。 あんまりビジネスモデルになってなくてでビジネスモデルをその上で乗っかっているサービスフェイスブックだとかグーグルとかそこにまあお金が集まってベンチャーが広がったんですけどもこのブロックチェーンをちょっと見てると面白い特徴があるのはもちろんいろんなサービスとかベンチャーが上に乗っかっているんですけどもこのアプリケーションのレイヤーの方が薄くてその下のよくプロトコルルと言われているそのインターネットが今まであったレイヤーそあの技術のレイヤーが。 ここがお金すすごく持ってるんですあのビットコインとかイーテリアムそのものがお金なのでだからちょっと力関係が今までと随分違うんですよね。今までだったらその、まあ、あのあのインターネットで言うとそのワイドだとか、まあ、村井先生とかがいたレヤーっていうのは、まあ、あのいろんな企業からお金出してもらって非営利 団体としててて結構動いていてみんなでサポートしてたコモンズがこのプロトコルレイヤーだったんですけども今はそのレイヤーがお金を持って変な話会社より乗っかってる会社よりもお金が持ってるんで,でこれは、まあ、いいのか悪いのかよく分からないんだけどもすごくは面白い特徴なのであとで,でちょっとベンチャーキャピタルの話の時またちょっと話させていただきますはい次お願いしますであの NFT の話なんですけども NFT っていうのはこのブロックチェーンの上で あのあのこの決済履歴の仕組みとこのプログラマビリティプログラムをかけるものを使ってあ,のあるデータをあの僕が例えば平さんに渡すと僕のがなくなるっていうその,あの今までだったらコピーをいくらでも作れたものがコピーが作れなくなる 1, 1個しか存在できないデータを作れるっていうのが NFT の特徴なので。 でこれはあの株券になったりあのアートの使用権になったりあの土地の,あの使用権になったりいろんなその使用権みたいなものをあの表現するあのすごく面白いツールだなっていうのが生まれてきていてそしてあの次お願いします。ただあのこれですあの去年末の,あのアンケートなんですけども 90%の日本人は NFT は何だか分かってないということなので、まだまだこれから理解、これより少し良くなったかもしれないですけど、でも世界一番ビリでもあるんですね、フィリピンは半分の人は NFT は分かっていると。これよく見ると、大体その経済が安定してない国の方が、やっぱりあのデジタル通貨に早くあの移っているのは、やっぱりあの自分たちの国の 通貨の代わりになっているのでだからこれ日本人がダメだっていうことじゃなくて日本はもしかしたらあの安定してるからあ,のあんまり今までしようがなかったっていうのもあると思うんですけどもで,でもこれはあのい,いろんな言い訳はあるかもしれないけどでも競争力から考えるともっと勉強しなきゃなっていうのはありますあの次お願いします。で結構 あの世の中的に大きなニュースだったのはあの去年69ミリオンであのクリスティーズであの NFT があのオークションで売られてあのさ去年3月なんですこれで結構みんなびっくりして特にアート業界がこれかアート変わるんじゃないかなっていうので結構盛り上がったんですけどただこれ一点ものなんですよね。であのちょっと次お願いします。で今最近一番話題になってるのは あのこの一点物ですの、ね、これボアデープってあの今一番結構話題になってるんですけどこれ1万点あるんですよね。で1個ずつが違ってそしてこれ持ってる人たちはみんなそのロレックスをしてるみたいな感じでこうファッションになっていてでクラブなんですよねあのだから結構有名人がこれを買ってあのこれは今だから1個が多分4,000万ぐらいの価値になってるんですね。あの 僕が買った 7, 7月ぐらいはまだ70万ぐらいだったんですけどあの次お願いします。でこれを持ってるとこのウェブサイトに行っていろんなサービスがあってあのででこのもう一つ特徴としてはこのキャラクターを買うとそのキャラクターの,あの使用権も自分もらえるのでこのキャラクターを使ってまたあの 音楽を作作っったたりり T シャツ作ったりするのでだから使用権もこのキャラクターと一緒に売ってるっていうことなんですけど次お願いします。で例えばそのボアデープがまた自分持ってる人たちに対して例えばこのディセントラライズのゲームの中のキャラクターにあのこの NFT を持っている人たちにみんなジャンパーを配るとか次お願いします。あとはあのこの間あの、まあ、いろんなこのボアデープの持ってる人たちにしか行けないパーティーをやったり。 はい次お願いしますあとはこの間のアートバーゼルでもこのボアデープだけのいろんなイベントとかがあってだからボアデープ持っている人はそのアートのコレクターでもありあのすごくあの特別なクラブのメンバーでもあっていろんなそのベネフィットがあるっていうそのメンバーシップにも使っていてで次お願いします。で例えばあのアディダスがボアデープとコラボレーションしてあのこれがチームなんですけど次お願いします。そしてそのあのアディダスのの NFT を優先的に買える人はボアデープを持っている人だけだというような形でだからこ,れでこの辺って結構すごくコマーシャルのやり方でまあ面白いっちゃ面白いんだけれどもあの今までと同じで結構まあ特にあの今の段階だとお金持ちしか買えないもので持ってる人はまたいろんなものにあのもらえるっていうそのエリートクラブのパスみたいに使われているのが。 あの結構そこ今 NFT の中で結構騒がれてるあのまあ使いいいる使方ですすね、はい、次お願いしますで私日本に戻ってきてポッドキャストを始めてでそのポッドキャストのリスナーたちになんかちょっとできないかなっていうのをいろいろ考えて次お願いします。でポッドキャストのスタッフとか聞いてるあのゲストとかお客さんに NFT を配ってます。次お願いしますでこうやってまあ彼らのお財布に入るんですけども次お願いします。 ディスコードっていうこのコミュニティがあってこれはあのチャットみたいなチャンネルで僕のリスナーの一部をここに呼び込んでみんなでディスカッションしてこのポッドキャストの中身の話をしてるんですけども次お願いします。ただ NFT 持ってる人たちはこの例えばこの人はあのお便りを送ってくれたとかこの人はあのあのベテランだとかこういうの全部あのチャンネルの中でどの NFT を持ってるかによってチャンネルで違う権利だとか違うバッジがつくっていうのが。 あのまあ、すごく簡単にのうせできて次お願いしますそしてこの,このコミュニティだけの,その,あのデジタル通貨を作ったんですねあのこれは例えばあ,のあるあの人が他の人を手伝うとその通貨をあの報酬として渡せるんだけどこれお金と交換しちゃいけないっていうのんですねお金あので配何かやってくれた時だけに配ってお金で買えるものとは交換できないっていう完全に。 あのお金で換算できないソーシャル通貨なので、あのこれはあの通貨ではなくて、そのこのみんなの中のコミュニティでみんながどのぐらい助け合っているかっていうあのツールになってます。次お願いします。ただそのそのデジタル通貨は今のいろんなあのまあ、貨幣と同じツールを使っているので。 ちょっとこのあのあ地域通貨みたいなあの使い方をいろいろあのこのポッドキャストのリスナーとこの NFT の世界でいろいろ実験をしてます。次お願いします。で、このコミュニティがやっぱりすごく面白くてあと時間はど,どこまでやっていいんでしたっけあ,あのお話しされたいだけどうぞ。あの大丈夫でいいといますか、はい、はい。あの でやっぱりこのコミュニティはこは日本のコミュニティもそうなんですけどもあの文化的にすごくちょっと変わってきていてあのまずちょっと特徴的なんですが GM というのは GoodMorning というんですけどもあの、まあ、Twitter とかみんな見てるとこの Web3 とか NFT の文化の人たちはみんなお互いに GM というのが、まあ、特徴だったりしてでこういうチャンネルでみんな GM、GM って毎朝言ってたり。あのこの こういう世界このディスコードチャンネルだった、この NFT を使っているのとかっていうのはすごくパーセントはまだ少ないんですけどもすごく文化的にあの何ですかねあの今までのノリと違っていてでちょっとあの時間軸これもアメリカで言うとそうなんですけども大体1年前ぐらいはこの Web3 とかこの NFT の人たちっていうのは 一生懸命僕らはこうやってますああやってますで、ただ今はこういうこの記号みたいな GM とかなんかいろんなあの暗号みたいな記号を使って普通の人には分からない会話をたくさんすることが逆にもう自分たちのノリになってで結構お金だとかそのブランドもそうなんですけどももう完全に NFTWeb3 信者がすごく増えちゃったので。 信じてない人たちをわざわざ説得するのはもうやめようみたいな感じで,でこれアメリカなんかもそうなんですけどこの溝がどんどん離れていっちゃってるんですよねだから今アメリカのツイッター見てるともうこの Web3 とか NFT はもう詐欺だってこう宣言してる結構あの技術的な人もいればお前らはバカだどでももうどうでもいいやみたいな感じでもう離れていってる人たちがいてでこれもう社会を追われちゃってるんですよねあのアメリカなんか見てると次お願いします。 でこれは面白い記事だったんですけどあのヒッピーの「サマー・オブ・ラブ」というのがあってでこれかなりアメリカ的にもその社会はベトナム戦争とかで割れてでいろんなこう学生運動とかあったんですけども突然こうヒッピーが生まれて音楽も生まれてもう,もうあのいいやって言ってドロップアウトしてヒッピー・ムーブメント始まるんですけどもすごくその時と似てるんですよね。で次お願いします だからこうちょっとその中身は少しずつ違うんですけども結構反体制的でドロップアウトして新しい文化新しい音楽新しい言葉それとあのあの中央集権から離れていってるで,でまあそのドラッグとかの代わりにクリプトとかあったりその集まり方とかは違うんだけれども何て言うのかな Web3 の,の中の人たちっていうのはお金儲けではなくて。 今までのその段階の世代のあので、できた文化からもうもう離れちゃうっていう動きが今あるんですよね。で、これはあのあの、もしかしたら今 web3 の中で生まれているものの、一番大きい。あの変革的なあの。あのまあ、出来事なんじゃないかなっていうのは僕のイメージなんですね。で、このこの若い人たちの動きっていうのは、実は日本の若い人たちのアンケートをとっても。 あのいろんな特徴ありますよね。あの土地を買いたくないとか、あの例えばあのあの正社員にならないで、もうちょっとリグイ好みしたいとか、そういう特徴と結構またあの周波数が合ってるので、結構若者たちの間にはあの結構広がりやすいこうコンセプトなんですね。でそこがだからちょっと今特徴的にあって、でちょっと次お願いします。で,でもう一つあのすごく面白いのが。 この、あの、コミュニティの中で、あの、今、ま、組織、あの、dao って呼んでるんですけども、あの、decentralized autonomous organization で、あの、株式会社ではなくて、あの、トークンを、あの、あの、このデジタル通貨みたいなものをみんなに配ると。で、それが、あの、いろんな、あの、ルール作りだったとか決定のための、あの、あの、ボーティング権になってるんですね。そうすると、その、株主と同じで。 そのトークを持ってるる人たちがその運営を決めるとあとはあのトークンが持ってる人たちがこの組織が儲かると配当ももらえるとだからそういう意味では株券みたいなですただトークンはあのお客さんから職員から店舗の人たちみんな持っていてですごく流動性が高いんですよ。だからこのトークンは、まあ、アメリ日本だと法律で規制されてるかできないんですけどアメリカだとそのトークンを持ってあの、ATM、あのビットコインと交換してコーヒー買えるわけなので。 だから自分が会社で働いてたら報酬の代わりに株券、すごく流動性が高い株権をあのアルバイトの人をもらってるようなもので,でそれをそのまま持っておいてあの配当をもらったりあのあのボーティングしてもいいし今日のお昼にも使えるそうすると今までの,この資本と労働の,このあバトル今日左と右のバトルがすごくこうぐちゃぐちゃになってきているんですよね技術的に。 若者のたちの間で随分議論されていてでいろんなここから生まれてきているビジネスモデルがあって一つはこのブレイン r ラス t これただ事例なんですけれどもこれはあのあのあのいろんな仕事を添付でしようとしている人たちと仕事を発注しようとしている人たちの,あの仲介なんですねこれ自動化したマーケットなんですけれども今までだったらリクルーターとかその添付会社とかがここに入っているんですけどこれ全部自動化して。 で全部会社も働いてる人たちもこれの株主であり、このルールだとか、取る比率だとか、マージンもみんなで決めてるんですよね。で,で、取ったマージンでこのチームを運営してるっていう、完全に分散しちゃったこの派遣会社を、もうでこ,のこれそのものの株主も運営もその使ってる人たちなんですね。で、これは結構大手の会社も今、使い出してるんですけども、次お願いします。これは私も今参加してる ダなんですけどもこれはあの今労働法って国によって全部違うのでもうあの100以上の国にみんなであの法人を作ってそしてこのクリプトを使ってそのプロジェクトがいろんな国で人を雇いたければその国にできたその法律にちゃんとあった法人をインターフェースを作ってあのそれをあの何ですか中立化して。あの こ DAO を通して例えば世界中で人を雇ってその人たちにストックオプションを配りたいっていうとそれぞれの国の法律に合わせて自分がやる必要がなくてこの DAO をインターフェースにして全部束ねてでそういうあの業者をあのあの会社もそこからぶら下がってるけどコアはノンプロフィットで完全に分散されたこの組織を作っているとかっていうプロジェクトとかもあるので。 でこれでかなりこのレーバーの在り方も変わってくるんですけどもでここの中にはもう何十人の弁護士もあの朝まで議論してそれぞれの国の法律を全部プロトコル化してるっていうのを例えば実験的にやってたりするんですよね次お願いしますでこれはあの事例なんですけどもこの間 ENS っていって Ethereum の,の,のドメイン名みたいなものですねだから僕のアカウント名は joeito.eth っていうのがあるんですけどもでそれをこう申し込むと あのまあ、お金がもらえるっていうあお金を払うっていうシスサービスだったんですけどもこの間彼らがトークンを発行してで今まであんまりあの資金調達しないでできたビジネスなので株主ってほとんどいないんですよねだからこの,あのシステムの株主っていうのはあの半分があのこのコミュニティって言われてそのユーザーなんですよね。でその開発者がこの18で,で、まあ、いろんなこうあの あごめんなさいコミュニティ自体が25%で,でこの50%が残ってるトークンだからあの、まあ、自己資本なんですけどこれはコミュニティがコントロールしてるあのトレジュリーっていうそのあのあの自己資本っていうところに入っているんですけどもでこれ面白いのはこういうのをみんなで議論してるとやっぱりあのユーザーが25%株主じゃないと。 ダメだよねとかあの株主あのあのベンチャーキャピタリストが30%以上持ってる会社あのトークンってあのブラックだよねって言ってで僕らよくそのガバナンスであのまあ会社の株主構成とこうあるべきだっていう話は随分議論してたと思うんですけども今 Web3 の中だとこう自分たちの株,が株,株の代わりになっているこのトークンがどういう持ち株でそして何がユーザーと職員と。 あの資本家とマネジメントがフェアかっていうのをみんな議論してそしてやっぱりブラックな DAO のサービスは使っちゃダメだよねそういうプロダクト買っちゃダメだよねっていう話い随分起きていてでこそういう意味で言うとその資本の,そのバランスの議論も全部透明になっちゃってるのですごくあの話があってるあの出てますそしてその資本構成が駄目なところってだんだん沈没してきてるんでだからそういう意味でも結構草の根的に。 そのあのこのののガバナンスの倫理感っていうのも生まれてきてきるんですよねだからそういう意味でその外から見てるとなんとなくこのクリプトの世界ってなんかあのインチキが多かったりあの詐欺師が多いっていう話はあると思うんですけどもしっかりしたところっていうのは逆に今の上場企業でもできてないぐらいの透明性とガバナンスを今一生懸命維持してるっていうのが多分現状だと思いますはい次お願いしますそしてあのちょっとベンチャーキャピタルの話を少しここでしたいと思うんですけども次お願いします あのアメリカのアンデリーソン・ホーロウィッツにいるバオロジーっていうのは結構面白いことを言っていてあのさっきのトークみたいな方にだんだんなってはくると思うんですけども結構レギュレーションとか法律変えていかなきゃいけないんですがあの今の法律でもいろいろできるんじゃないかなと。でアメリカだとカータっていうサイトがあってでこれはもうほとんどの,あのスタートアップの投資家 のあのマネジメントトをやるサイトなんですよねだから僕なんかでも今カルーターに行くと自分の投資先全部見えてキャ,プキャピタライゼーションテーブルも全部見れてでそこで大体その紙の書類のやり取りとかやってるんですよねあのあの投資のサインとかそしてキャピタライゼーションテーブルキャップテーブルと呼ぶんですけども誰がこの会社の何パーセントを持ってるかっていうチャートってみんな持ってるんですけどもカルタはちゃんとそれをあの電子的に維持してるんですよねでこれはか国のちゃんと規制があって ルールに基づいてやってるんですけども面白いのはカらだって API っていうのがあるんですね API っていうのはその外のプログラムがあのデータを見たりあのいじったりするあの入り口があるんです、ね、あのインターフェースがあってでそのインターフェースを通じてブロックチェーンでそのキャップテーブル全部表示したらどうかそうするとあのこのベンチャー,ベンチャー A, A があって A 社があって自分の株主構成があるんですけどもそれブロックチェーンでも見えるようにしようとでもっと面白いのはブロックチェーンでもいじれるようにしようと。 だから例えば会社がこういう株主がいるけれどもブロックチェーンで新たに株を発行し,しようと思った時にあの今あの US ドルだっあの日本円を暗号通貨としてあの、まあ、ラッピングというんですか暗号通貨の中に包んであのやり取りができるのであのち,ょちょっと分かりづらいんですけどちょっともう少し説明すると例えば僕が今あのブロックチェーンの,あの あのアカウントがあるんですねこれ自分の口座なんですけどさっき言ってた j o e ドット e t h っていう名前を今 ENS 使ってやってるんですけども最近は KYC 日本語でなんて言うんですかそ,その人の身分だとか裏付けだとかそのちゃんとしたあの投資家っていう認定があるかっていうあの調べるのをあの今第三者機関がやるようにしてるのでそうすると僕がちゃんとした投資家だっていうのを日本とかアメリカで確認してその確認の証明書を ブロックチェーンンのの僕のアカウントに書き込むんですよねそうするとこのアカウントは伊藤攘一でパスポート番号はこれでちゃんと裏付けが取れてるっていう認証がバンバンって押されるのでねそうすると僕が新しい会社に株を買い,買いたいと例えばアメリカのベンチャーが新たに株を発行したいとそうするとあのちゃんとそのアメリカの認証機関に認証されたお財布からだけはお金をもらえると。そそうするとその認証されたあの スタンプとか情報がこのインターフェース通してカルタにちゃんと提出されるのでカルタが国に全部それまた提出するのでこういうカルタみたいなサイトをワンクッション置けばさっき言ってたブロックチェーンであの証券をあのあの発行することはできるんじゃないかなっていう仮説があってっていうわけでその今あのすでにあのベンチャーキャピタルでよく使われてるサイトを使ってインターフェースと使ってブロックチェーンの あの証券あの発行っていうのはできるんじゃないかなっていうのをもう実験的にアメリカのシリコンバレーは立ち上げていってるんですよねで,あのでここで何が重要もう一つ重要かっていうと僕最近あの世界中の Web3 のベンチャーといろいろ話をしてるんですけどもあの今までみたいにシリコンバレーのトップのベンチャーキャピタル紹介しようかっていうといやあいつらは Web3 分かってないからいいやとかねあそこだと Web3 分かってる人いるの で今は変な話二流三流のベンチャーキャピタルで Web3 ちゃんと分かってる人たちだと入れるけど今まで Web3 って何っていうような人がいる会社からはもうお金受け取らないなぜならばそんな説明してる時間がもったいないっていう感じをしていてでアメリカのシリコンバレーのやっぱりトップは今もう積極的に Web3 のリテラシーを上げて一生懸命そ,そのコミュニティに対してのインターフェースを作っているのが。 現状だと思います,、はい、次お願いしますもうすぐ終わります <laughs> でっていうわけで日本をどうしなきゃいけないかっていうことってやっぱりいろんなとこ見てるとみんなシンガポールに逃げていったりしてますよね。でこれアントレプレナーもそうだしあとはやっぱり設立する時には日本の今の規制と税金で多分もうあのできないっていうのでどんどん逃げていってしまってます。次お願いしますで、まあ、1つはあのさっきあの平井 さんがあのおっしゃってたあのこの税あのこれアメリカも良くないんですけどあだからアメリカからも逃げてるんですけどもこれはもう圧倒的にあのふあのあの大きい問題なんでこれこれ直せないとまず日本では立ち上げられないっていうのが一つあるんであのこれ一個ですねはい、つあと次お願いしますあのあそれがあごめんなさい今がちょっと逆でしたねあのでその前のスライド出てたのが。 やっぱりこのトークンのリスティング、さっき言ってたあたトークンの発行もそうですけれども、まあ、これもあのだんだん変,え変わろうとしているという話がニュースには出てますので、まあ、これは期待しているんですけど、これをもう少しあの緩めないと、分あの日本ではできないと思いますしあ、あともう最後に言ってください。あと最後はあのさっきあ、もう一個、さっき言ってください。 あのこの人材の流動性によってこれあの私が MIT にいた時に立ち上げたんですけれどもやっぱりあの学位だとかいろんなそのクレデンシャルをあのブロックチェーンで書き込んでその人材の流動性を高めていく技術もたくさんありますのでこの労働の変化に対するいろんなまあサポートもありますしこのレギュレーションの考え方っていうのもいろいろ変えていく必要もあると思いますのでまあこれみたいな新しいこのブロックチェーンを使ったその社会的な あのいろんなイノベーションっていうのもあのあのあのまあ世界中でいろいろやってるんですけどもこういうのも実験的に日本で立ち上げるべきなんじゃないかなっていう感じをします。あのすみませんちょっと時間オーバーして、まあ、しましたがあの以上でございます。伊藤先生どうもありがとうございました。それではあの引き続き杉原交換に移りたいと思います。あのご質問ご意見ある先生方はこちらにお願いします。佐々木先生。竹、は、山、い、先生。 伊藤先生どうもありがとうございました。塩崎拓矢でございます。大変興味深くお話しを伺わせていただきました。中級編ということで、すでにかなりレベルが高いなと、上級編はどうなってしまうんだろうというふうにお伝えをして聞いておりましたが、<laughs> あのちょっと,、えー、とあえて一つあのちょっと基本的なところから教えていただきたいんですが、え今日先生のスライドの中でありましたこ、この d a え分散型の管理のこの、お ユースなんですけれども、この DAO というものがの今までの既存の仕組みとどう違うのか、そしてどういうこれからあの広がりを持つツールなのかというのが、私、いまだにまだこう実感として十分把握できてないところがあります。あのつままり株式をう今まで株式式をを今でで意思決定してたものを おトークの形にすることによって流通が容易になるというだけの変化なのか、それとももっと根本的に違うものというふうに考えた方がいいのか、これはどういうふうにこのユースケースが広がっていくのか、このあたりについて先生のご知見を伺えたいと思います。よろしくお願いします。はい、あの多分ね、いろんな使い方、いあのあの言葉の使い方があるので、ちょっと分か,づらい分かりづらいと思うんですけども。 あの今の,あの現在みんなが DAO って呼んでるもののちょっと特徴からするとあのまず DAO そのものはそのどっかの国であのあの株式会社みたいにあの設立はしていないのでちょっとあ,のあやふやな存在なんですけどもただライアビリティの問題どっかの国に LLC とかこの株式会社みたいな今のところは設立するようにしてますそしてアメリカだと例えばワイオミング州なんかは DAO 法があって。 そのにあのあのふさわしいい有利な法律を作っているんです、ね、だから例えばワイオミン州で DAO を会社として設立すると例えばそのプログラムであのみんなが投票したあのあの決議をあのもうちゃんとした決議だとしてあの認めるので例えばサインしなくてもいいとかそういう,こう今までの,そのペーパーレスの延長でこのあの会社法を DAO 化していくっていうのが結構今世界中で行われていて DAO が何かっていうとそのもちろんす単純に言うと今までの,そのコープレートガバナンスに必要ないろんな紙だとかルールとか手続きその株主総会とかあの役員会だとかそのボーティングだから1年に1回の株主総会だけで投票するんではなくてもうあの 1>, 1分で誰かがプロポーザル書いたらみんなで投票してその次はもう実行しちゃうみたいなあの今までみたいにそのあのガッチャンガッチャンって1年ごとそして決算みたいな感じじゃなくてこれはもうリアルタイムで動いてるっていうのがまず一つ特徴なのと。 あとソソフフトトウウェェアアのの契約の代わりにソフトウェアかけるんですよねそうするとこういうことが起きたらこういうふうにしようとかこれが起きたらここに出そうとかこういうルールは全部あのもうプログラムかけちゃうっていうのがあるのでだからその規則とかあの規定とかそういうのをどん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 プログラム化するで短期的にはただそれは法律がついてこれてないので大体何してるかっていうとそのルあのプログラム化されて DAO が今何をしようとしてるかっていうのを あのこのプログラムダウンのプログラムでう動かすんですけどそこの外側に弁護士だったり人間がいてそれを受け取ってちゃんとしたその,あの会社法に基づいた紙を提出するっていうのが多分フェーズ1なんですよねだからそのコミュニティに対するインターフェースとかそのガバナンスのインターフェースをダウンのプログラミングを使,う使ってそれを受けて会社があのあの実行したり反応すると。ただ 中長期的にどん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 自動化していくことによってこの間の,あの弁護士だとか間のこの会社ルールがまあスムーズになってくるのでだからそういう意味で言うとそのあのあの平井さんとかずっと言ってるこの物理的な犯行からデジタル書面になるとすごくこのビジネスって活性化するんですけどもそれのもっともっとあの強烈なバージョンだっていうふうに想像したらいいかなとただ問題はもともとこの DAO って名前使ったファンドがあったんですけども。 あのこのファンドはみんなの,あの意見を聞いてそのファンドに集まったこのデジタル通貨を投資するっていうルールだったんですけどこの,あのあのこのプログラムにバグがあったんですよねで誰かがもう100億以上のお金を盗むことができたのそれをみんなじーっと見ながら何にもできなかったっていう最悪なケースがあるのでだから法律例えば契約書が間違ってると裁判官がまあこれは間違いでもともとの根拠って違いますよねっていうのを裁判所で決められるんですけども。 プログラムの世界だとそれって許されないのであの間違ったらもうダメっていうことがあるのでだからそういう意味で言うと今はまだあのこのプログラムと事実を直結すると危ないっていうまああのとこはあのみんな感じているんですけどもただ中長期的にはそういう,こうプログラムがミスがあった時でもこういうふうにこうなるっていう,こうちょっとチェックを入れる方法をいろいろ考えながらそのリスクを排除してどん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 自動化していこうとしていて。 そして多分あのダース最初作った人たちの夢は。これはもう人間が運営しない。AI とか人工知能が動かす。あの組織っていうのも。検討はされていて、でこれはただもともと夢だったんですけど、今の現状のダウはそういうのはあんまり。あの反映はされてないです。ありがとうございます。それでは、さんお願いします。あり,ますありがとうございます。私も。ちょっと理解しきれてるのかどうかも。 いやいや、自信もないところなんですけど、まあ、NFT が多分テクノロジーとして、えーまあ、新たに生きてきたで、これどうしたらいいのかっていうのは、この、NT、の、まあ、あれだと思うんですけどあの、まあ、インターネットが出てきた時にも、まあ、これはテクノロジーでやりつつ、まあ、ビジネスとして、誰がどう勝算になるのかっていうのが、いやいや見えにくかったところ、まあ、今になってみると、やっぱりプラットフォーマーがあの結局強かったということになるんだと思いますけど、この NFT といういうテクノロジーをベースにした今後のビジネス展開で誰がどういう形で勝者になっていくのかっていうその何というか見通しというか、が分かるば針を教えていただきたいのと、そのために、まあそのまあ、さっき言ったプラットフォーマーの戦いでは日本が残念ながら負けてほとんど取れなかったことかもしれませんけど、あの先ほどおっしゃったように、まあ、シンガポールに逃げて。 行くところが多いって話であるとすればそれ、そうならないようにして、はい、日本はどうすれば、次のフェーズでは、はい、勝つ国になれるのか、はいえー、どう人材を育てていったり、どういうものを作っていったらいいのか、この辺について教えていただけた、はいと思、はいます。 あの僕があのちょっとスライド6で何をあの6番目で何を表現してたかっていうと多分今までとこのだから Web3 の特徴としてはあの自分のいろんなあのデータだとか使用物っていうのはプラットフォームが持ってないんですよねだから僕が例えば今あの例えば税の,のソフトを使ってるんですけども自分が新しいサイトに行って俺って と、あのアカウントをシンクすると、自分の個人情報を一瞬そ、そこのサイト全部入るんですけれども、あの、そこで何かやって、他のプラットフォームに移るのがすごく簡単なんですよね。いちいちアカウント作らなくてもいいんですよ。アカ自分のデータを持って歩いているみたいなもんなので、だからプラットフォームにあの人をこう引き継げてキープする個人情報が、なんかプラットフォームには残さなくてもいいんですよ。だから、そうするとプラットフォームってすごく薄っぺらくなっていってんですよね。 で今あの NFT でいうとやっぱりコンテンツとか IP の持ってるところが強いんですで日本のやっぱり漫画だとかあとはあのあのあの、まあ、いろんなあのゲームの元のコンテンツとかその日本あと日本テーマの NFT すごく多いんですよね。でもう一つちょっと面白い特徴なんですけどもあの世界は結構 NFT のアーティスト男性が多いんですけど日本って圧倒的に女性が多いっていうのもすごく面白かったりするんで。 だからやっぱり日本はあの従来 IP コンテンツ産業も大きいと思いますしあ,のあとはそのクリエイター特に技術を分かるクリエイターあのもすごくあの伸びると思いますのでそこはその日本は強いと思います。それとあの、まあ、これからどのレイヤーになるかというのもすごく分からないのがあの今、例えばそのウォレットといって,言ってその暗号鍵を保管するウォレットというのがあるんですこれ結構、 メタマスクとかあのもう牛耳ってるところがあるんですけども、これがずっと牛耳り続けられるのか、そのウォレットが例えばブラウザに移るのか、携帯に移るのかっていうそのその利権がどこにたどり着くかっていうのもみんなわかんないんですよね。でプラットフォームもあのじゃあそういう意味で言うとあのすごく移りやすいって言いながら。 あのやっぱり圧倒的に強いところっていうのは出ては来てるんですけどもこの人たちがその利権を牛耳従事続けられるかっていうのがちょっと分かってないのとあとさっきあのちょっと言ってたそのあのプラットフォームこのブロックチェーンの,あのプラットフォームがすごくお金持ってるんですよねあのあのこの構造によって。そうすると例えばベンチャーが今お金を集めてる時っていうのはあの特に Web3 だと半分ぐらい最初ベンチャーキャピタルから集めるんですけども残りは。 もうこのブロックチェーンのファンドから DAO からブワーッと入っていくんですよ。そうするとあの下手するとベンチャーのオーナーの、まあ、すごい大きなシェアはこれブロックチェーンになっていく可能性があるんですよね。そうするとでこのブロックチェーンがもしかしたらイテリアムとかビットコイン1個にののなっちゃう可能性あると思うんですよインターネットみたいに。そうすると何が起きるかっていうとこのブロックチェーンがあのすごい資本で あのいろんな大きくなるベンチャーの投資家になってこのブロックチェーンがものすごいその持ち物としてあのこの株があの株とかトークンがちょっとだからドイツあ日本で言うと例えばあの新聞ってそんなに今ビジネスモデルでは持ってないけれども球団だとか土地とか持ってるからまだ力持ってたりするのと同じでこのブロックチェーンはもしかしたらビジネスとしては破綻してもそのあの株主として。 すごくく支配していくっていとうう可能性はあると思うのでだからそういうちょっと不思議などこにあの力が移るかっていうのは分からないと思うんですねただ僕は Web1.0 から比べて少しそのあの楽観的じゃなくなったのでどっかに集まってこようとはすると思うんですよねだから多分ただそういう意味ではまだ遅くないと思うんです本当にこれからどこに移っていくかっていうのがあの決まってくるタイミングなのでただあの っていうあんんまりいいいいい答えになななっってて誰も実は分かってないと思うんですよねただ人材がコアなのはあのああ、まあ、最後で言うとあのウェブが立ち上がった時にこの HTML っていう言語を分かってる人がほとんどいなかったんですよね。だからウェブサイト作るのすごく大変だったんですよ。でそういう人材持ってたところがみんなあのあのプラットフォームとかその前の,あのサイト Yahoo! とかになったんですけれども。 で,あのでヤフーの日本の立ち上がりの時もあの僕らがあのサイトを作ってあげたんですけどもベータサイトその時も日本に人材ほとんどいなかったんですよねだから今そういう状況でこのスマートコントラクトとかブロックチェーンの技術を分かってる人たちってもうほとんど世の中にいないんですよねまあ,あの何万人かいるんですけどももう足り圧倒的に足りないので,で日本はもっと足りないので,でこういうのって教科書もなければ事業のクラスもないので。 こういうあのスキルをネット上で今コミュニティさっきのディスコードチャンネルってみんなこう学びながらお,お互い教え合ってプロジェクトやってるので,でそういうとこに、まあ、えあの言葉の,あの壁もありますけれどもそういうインキュベーションとかあの人材育成をしなきゃいけなくてこれは、まあ、私たちのデジタルガレージでも随分やって今度僕が立ち上げて千葉恒大でもやろうと思ってるんですけどもでまだ発表してないんですけど私も Web3 の日本向けのファンドを作って。 あの日本の Web3 のベンチャー、ちょっとみんな逃げてるって言ってるところでファンド作るのってあれなんですけど、きっと皆さんが法改正して、日本を Web3 にふ,ふさわしい環境を作ってくれるっていうのを期待して、日本の人材を育てながら投資をしていこうっていうのも、少なからやっていこうと思ってます。はいいいいあありありががととううごござざままますすす先生お願し大変 難しい話だと思うんですけど、極力優しくお話をいただきました。ありがとうございます。で、3つほどちょっと伺いたくて、まず1点目はですね、この呼び方自体が Web3.0 って言われてあの、今日の番出てきたんですけど、これも Web3 という言い方でもう確立してると思ってよろしいでしょうか。Web3.0 っていう人と Web3 っていう人とよくおられています。それが二点目で、あと2点目はですね、この6ページの表が大変印象的で、 なこうアプリケーションレイヤーとプロトコルレイヤーということですけど、これ、プロトコルレイヤー、おそらくたくさんってる人がアプリケーションレイヤーよりだいぶ少ないのかなという気もするんですけど、でそういうのも含めてですね、えー、アメリカといの分断にもつながってると、さっきの,あのエイプのクラブについて言うと、もうその中の人と外の人で本当にこうお互い馬鹿にし合ってるみたいな感じになってくると、えー、なんていうか、こう 政治だとして関心があるのは、富がどこかに集中すると社会が分断して不安定になるというのが一番気になるんですが、これって当面、時間軸でいうと、先ほど、そのノミナントのものが出てくる場合もあり得る、そうでないかもしれない、いろいろおっしゃって、まだ未来確定してないんでしょうけど、時間軸でいうと、短期的にはどちらかというと分断が進む方向なのか、またさらに富がこう一気にこう集中していくのか、なんか10年後とか20年後とか,なんか。 先生が感覚的に持っておられるものがあれば特に特に集中というのを中心にですね、どんなことが起きそうっているのを教えてもらえるかありがたいのとあとは、の我々やはりあの立法府にいる人間なので最後のところでタックスの話とか少し書いてありますけど、えー、細かくは難しいんでしょうけどさらっとですね、えー、人材とかいうことも含めて我々わ,れわれ立法府が求められていること。 トークンリスニングとか、そういう話も含めてですね。え大体どんなことをやれば、こう。このウェブスについて、この大にも体制が少しでもキャッチアップできる。っていうのをお話いただく、ね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あの。あの、まずウェブスかウェブス、三点ゼロっていうと、あの。三点ゼロって言ってる人たちもたくさんいると思うんですけれども。あの、この。 コミュニティの中に入っている人たちはウェブ3って呼んでます。したがって僕はその投資先側にあの信頼されるためには僕はもうウェブ3っていう言葉を使っているんですけども。 あのって,っていうので,で多分ね Web3.0 っていうとセマンティックウェブだとかなんか今まで Web3.0 って結構使ってきて次の Web はセマンティックウェブだって言ってた人たちとかデータベースだって言ってた人たちがいるので、まあ、その人たちとこう分けるためにこのクリプトの人たちは多分 Web3 って呼んでる人たちが、まあ、アメリカでは多いと思います。そそしてそのあのあ 多分、ね、あの次の質問に関してその集中してその貧富の差が激しく分かれていってる要素はすごく見えるんですよねだからそのクリプトを使って今までの,この,あの貧富の差とかその資本主義経済の,この悪いところを加速しているところはあるんですよね。この,この技術によってその通,通貨の動き方がとにかくもっと流動性が高くなっちゃうだけなんでそこはすごくありますのでそれは僕すごく危険だと思います。ただ あの同じくこの NFT とか使ってもう今までなかったロングタームのことも考えられるんですだから僕今あの,あのた,たまたまこの間あの当時の1250周年のイベントの話をいろいろお坊さんとかと話しててで僕が今ちょっと考えている NFT でみんなで作ってるんですけどもあの1年に1回お参りに行って必ずあの あのお金をちゃんとと寄,寄付しないだからもうただ義務なんですよねでそれほ,あのほっとくと消えちゃうとで毎年やってるとその NFT はあのちゃんとあの輝いていると、はい、で例えば何年に1回みんなで集まって例えば20年に1回、まあ、あのこれは神道の,あの,あの伊勢神宮を考えてるんですけどそうするとその,あのみんながまた新しい技術の NFT をもらって。 そしてそれはあの形見ののとして自分の子供たちに渡せるんだけどもこれ1,000年先でもこう続くことはできると思うんでそうするとこの NFT が誰の手を渡ってきてで毎回こう神社にお参りした時の,そのレコードがちゃんと残っていてそしてあのあのでそれは NFT の価値としてはそのもうこの,あのお寺とも何百年つながってましたっていうこのちゃんとした あの認証されたレコードになるとかっていうのって簡単に作れちゃうんですよね。でこういう何て言うのそのお金とかその短期のことだから多分ねビープルのせいでなんかオークションと短期なその転売で稼ぐみたいなちょっとその,あの,株,のあ株屋さんみたいなノリがすごく NFT の中で漂ってるんですけども。 すごく面白いロングタームなでこのコミュニティの僕の通貨の話も見せたのはこれお金で買いこに交換できないっていうルールをつけると全然また違う面白いダイナミクスが動いてくると思いますので,でそれで多分あのお金で買えない学位だとかあのお金で買えないあのこういう、まあ、あのあのコミュニティのものとかこういうのってすごく面白くてであの一部の DAO はそういうのをやってるんですよね。で例えばあの 環境のダウンってすごく増えてきていてこれはの平井さんから出てきたこの間データのミーティングで出てきた炭素炭素をトークン化してで必ずその今だとその炭素のマーケットってかなり流動性が低いしかもそのデータも不透明なマーケットが多いんですけどもその裏付けのデータもちゃんと認証されていて。 そして僕が例えば散歩するとあの散歩してで電車に乗らなかったらこんだけ炭素セーブしたから炭素コインがアプリに入いてその炭素コインスターバックスに行ったらコーヒー買えるっていうその炭素の流動化によってすごく環境にいいあのアプリケーションこういうのを考えてるあのアントレプレナーとかいっぱいいるのとかある DAO はあの自分たちのトレジャーにはトークン化された炭素を 必ず自分たちの全ての活動をバーンするだけなきゃいけないので必ず炭素ネットゼロで運営するっていうルールがコミュニティ作ったとかでこういうようなこう社会的な意義にあるアプリケーションがどんどん出てきてますしあとはやっぱりビットコインとかイテリアムってすごく環境に悪いあのエネルギーの消費っていうのがかなりあの大きな問題になってそれにプレッシャーがたくさんかかってるので。 特に環境とかサステイナビリティに関するそのいろんなあのアプリケーションと今すごく開発されているのでまあそろそろもっとそういうのも出てくるんじゃないかなでそっちにやっぱり我々注目しなきゃいけないかなとで法律とかその辺に関してはまだまだこれから分かんないものがたくさん出てくると思いますのでこの辺の理解とケーパビリティを持ったあの官僚の方とか政治家の先生たちが集まってまあ実験をしながら他の国とコーディネーションして こう日本が先端に行かななきゃいけないけと思うんですよねでそういう意味で言うと、まあ、ワイオミン州とか、まあ、スイスとかいくつかそういうあ、まあ、シンガポールもそうなんですけどその政府が結構分かってる人たちがちゃんとフロントに立ってるところに結構アントレプレナーとか集まってきているのであのそういう、まあ、これ特区でやるのか本体でやるのかちょっと分かんないんですけどもそういうインターフェースになるこのコミュニティに対するこうなんかアンバサダー大使みたいな人たちを まあ、あの政治のレベルと官僚のレベルと立てるあのことによって、あのみんな、まあでどこ、どこもそんなに居心地よくないんですよ、あのなので、あの日本があのちゃんと文化的にはしっかりして、経済もしっかりして、でそういうアンテプレーターたちと、ちゃんとお話をしたいっていうあの体制を見せれば、どんどん来ると思います。はい、ありがとうございいますそそろそろお時間がかかるので最後 <laughs> お人た,た じゃああ先先生生伊藤先生ありがとうございます全く素朴な質問なんですけど、さっきのトップページの図についてもう一回、あのウェブ2 0の時って、このアプリケーションレイヤーの取り分が大きいんで、エゴシステムはどん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 大きくなってきたんではないかと、その点、このウェブ3 0の時って、このアプリケーションレイヤーの取り分が少ないので、結果としてあんまり参加者が増えていかない、エゴシステム全体が栄えていかないという、そういう懸念というのはないでしょうか。 そうですね、あのー、まあアプリケーションがレイヤーが薄いって言ってもそれでもかなりでかいんですよだから Google とか Facebook みたいなモデルはなかなか難しいんじゃないかなっていうのと彼らがだから Facebook が本当に生き残るかっていうのをみんな心配してきてると思うんですけどもあのどっちかっていうとこ,このスライドはプロトコルレイヤーが今度危険なぐらいでかいっていうのが心配っていうことだと思うんですよねだから投資家としてはこのアプリケーションレイヤーでも 兆円企業はボボボボンボコボンコボコ出てくると思うんですよねあのだただそのモノプリーの作り方があの難しくなってきてるっていうところだと思うのであの十分あの投資家があのベンチャーキャピタルもワクワクするぐらいたくさんビジネスは起きると思うんですけどだからちょっとこの絵,絵,を,絵を見ると少しそのスケールが間違ってるかもしれないんですけども。あの っていうわけでそのモノポリーの作りの、まあこれは本当に楽観的な発想なんですけど、モノポリーはちょっと作りづらくなるんじゃないかなっていう気がしてるだけであって、ビジネスはたくさん生まれてくると思います。はい、ありがとうございます。それでは最後にはい、じゃああの松田、ま、はい。伊藤先生ありがとうございました。あのまさにその NFT とかブロックチェーンの技術を作。 使うとですね我々がずっと課題にしてたものも解決する方策が見えるかなと例えばクールジャパンみたいな文脈で言えばその日本の伝統とか文化とか体験とか食みたいなものがそのどうやって世界の科学に引き直すかというのはすごい問題だったわけですけども、まあ、そういったこととか地方創生とかですねデータを使うとかですね、えーまあ、いろんな解決の方法がですね、まあ、こういうテクノロジーを使うことで見えてくるのかなでさらに言うと。 えー、ソウルのように新しい資本主義とも相性がいいような気がしました。で一方でですねその、やっぱりプログラムのバグがあってですね、どこかでいきなりおかしなことになるというリスクがまあ常に孕んでいるので、新しいサービスが出てくる中で、まあ、それに対して我々は、ね、全国一律のルールを決めるのか、国家戦略特区みたいなルを使うのか、まあ、ちょっといろんなソリューションがあるんだと思いますし、まあ、状況どん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 日々刻々と変わっていくと思いますので、まあ、ぜひ、あの 伊藤さんにもですね、もう引き続きアドバイスいただきたいと思いますし。まあ、ちょっと我々が、あの、s スエで間違った発言をするとき、あの。クイックレスポンスで、またアドバイスを、いただければと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。いはい、ありがとうございました。あの、この、まあ。デジタル社会推進本部。では、毎回、毎年毎年。デジタル日本っていう、その、ペーパーを、その、出してきてます。 それは、まあ、政府のデジタル化政策につながっているんですけれども、今回の新しいテーマ、えー、ですからデジタル日本の、えー、2022年の,のテーマは、デジタルによる新しい資本主義への挑戦というテーマで、このヒアリングの結果をまとめていこうというふうに思っていますので、ね、またあのぜひ、あの さんに協力をしていただいて、あのまあ、これから新しいことをやろうという人たちをエンカレッジするのが非常に重要なタイミングだと思っていますので、えー、一緒にやりましょう。また、今うもよろしくお願いします。ありがとうございました。平井先生、ありがとうございました。そして伊藤先生、どうもありがとうございました。大変ありがとうございました。それでは、これにご応募いただきましょ NSDT をお待ちいただきます。ご協力ありがとうございました。 Gracias.